こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきます。さてですね、準々決勝ですね。函館ペンタゴン戦11位です。函館ペンタゴンって言えば、あの残留を決めた試合で勝った相手です。まあ勝ったとはいえフルメンバーで結構途中まで、苦労させられたので、実はですね相当あの力持ってます。まあアルカディア奈良だったっけ、は PK 戦までなんで結構苦戦はしてるんですが、まあ、1回戦が新町ルドルフですね。こちらは、3対0で、まあ、圧倒してますね。去年5位のチームで、この通り、S が多いです。まして、ハートの強い選手がばっかり。もう、ハートの強さが、無視できないですよね。ただ結構中盤が多い、ワントップで中盤が多いチームなんで、うまく守備を破ければこちらにも勝機を打つ可能性は十分あるんじゃないかなと思います。さあスタメンを見てみましょう。まずスタメンの前にこのネルンスと気をつけましょう。基本的に攻撃以外マークはやらないんですが、このネルンストが、起点になる可能性があるんで、これはやっとかないといけません。エリカにしましょう。サツキもいいんですよね。サツキ、マナミ。さよう、マナミ変えよう。ナナコとマドカを変えよう。もちょっとずつ力つけてきましたよね。今回はリオの代わりにモエを投入です。サチコもいいですよね。サチコとカナどっちにするか、てかサチコをあげよう。まあこんな感じでいきましょう。いつものツートップです。ちょっと、左右を変えるだけでいきましょう。では、ワッゼスタジアム、鹿児島で、キックオフです。勝率はこちらが 44% と高いですね。安心はできないですが、クラーカリワーズ、非常にスタンドの壁が高い。まあ、底上げされている厚底靴みたいな、キックオフです。厚底靴みたいなスタンドです。さあ前半なるべくボールを奪って相手のスタミナを落としていきたいですね。とくるみが早くも4分20秒決めました。幸先のいいスタート、素晴らしい。さすがこの辺はエースストライカーくるみですよね。さあ勝って準決勝に行くんだ。うちの蔵八百井からナーコ、おっとナーコうまく取りました。
おっと、ちょっと流れたが、ここはマドカが掘ってノーイスルだぞ。このクルミが待っていた。マドカのナイスセンタリング、案外あの突破したら点取れるかもしれないですね。マドカ見事な反則スレスレのスライディングからクルミがもう確実に決めました。お見事、早くも2対0です。いや、年末って言ったら天皇杯ですよね。高校サッカーもそうかな。とにかく、おーっと、気をつけろ、長い、ちょっとキーパー取らずにこぼしたが、そのままの調子で学びが、おっと、反則を拾いました。緑、直接入れる気もあるんだよね。さあ、これは相手に捉えたぞ。ネルンスト、ネルンストへのマークはここで効いたか。さあ、バックパスからみゆき、これ気をつけた方がいいですね。相手のマークも結構厳しい。そこをかいくぐってくるみだが右へそれた。さあ、立て直しましょう。緑、左へ、まなみへ、ちょっと謎の動き、守備が。ナーコからくるみだ、くるみ抜けた、はどん、結構長いシュート、当てて戻っていきます。アワーを取ってもよかったんじゃないかなと思うんですが、こんなこと言ってるうちにマドカ、マドカがいい仕事しますね。くるみ、今回は高かった。さあ、みゆきが早くも疲れてます。これはリオの方に変えましょう。さあ、引き続きとにかく早めの守備交代ですね、これ大事。さあ、緑、チャンス1対1だぞ。あーっと、ここは決めたかった。さあ、これで最後だろう。7コーン入ってない。いやー、今のセンターライン超えたんじゃないの。ちょっと不可解でした。さあ、あまり意味はないですが、後半です。相手も絶対巻き返してくると思うんで、相手もスタミナ結構はまだまだ残ってますからね。さあ、うまく反則取られないようにインターセプトしてますね。さあ、落ち着いてます。そこを抜けて、あーっと、学ぶ、ネルンスト、さすがです。この辺のボールの確保は内野倉。さあ、ここはあーっと美穂ナイス。さあ、そろそろまだバテてないのか、一人は選手変えたいですけどね。だ、中盤を変えに行くか。さつきを学びと変えましょう。7個外に出します。さあ、これでくるみが、ちょっとくるみの様子もおかしいけど、守り重視ですからね。内奥ら、外に出た。さあ、美穂とまどかが疲れてきている。一気に見ようかな。幸子と変えましょう。これで選手交代枠使い切ったのか。おっと、これは気をつけろと思ったら、左から右への攻撃でしたね。さあ、ここは落ち着いて、あと25分ちょっとですね。さあ、くるみ、くるみ、ファールではない。ネルンストが自分からもう上がっていきます。
かなり上がっている。おっと、うまい。あーっと、ファールになってしまった。止めろーと、止めた？止めました。止めました。これは大きい。1点差とやっぱり2点差じゃ違いますからね。さあ、7個。おっと、これはいいセンタリングだが、くるみが、虚しく上を飛んでいった。くるみを変えたいんですけどね。ノーホイッスル。くるみナイス。くるみ、くるっと行きまして、ここはファールを。ファールです。さあ、チャンス。くるみ、高い。さっきから高い弾道が目立ちます。どうしたものか。さあ、試合時間残り3分です。くるみが取った。1対1になったぞ。どうしたんだ、くるみ。ちょっとくるみの主張が響きます。さあ、アディショナルタイム。ここはナダがゲット。もうほとんどのじ、恋時間はない。これで終わるかな？終わりました。準決勝進出です。さあ、この試合、もう、序盤の2点が全てでした。そして、この2点ともこのセンタリングからの待っていた、くるみのボレーですね。はい、くるみは動かしながらのシュートが得意じゃないのかな？この窓か、すごいですね。正確なセンタリング、そしてくるみ。くるみのキック。あんまり緑が、の活躍は目立たなかったのが気になりますよね。ネルンストが結構ここまで上がってきてるんですよね。上がれるディフェンダーですよね。とにかくネルンストの力っていうのがすごい。ここもネルンスト地味にプレッシャーかけてきます。ここからくるみがね、なかなかチャンスを得れなくなってきます。ここもそうですね、後半12分も。チャンスだったんですけど、落ち着いて決めればよかったんですが、というわけじゃない。守備が結構硬い。ここもネルンストがここまで上がってきて、一番ピンチだった。この後、そう、ペナルティーキックもあったんですが、決めきれない。そしてくるみが、これは高いですよね。ちょっとなんかくるみの様子がおかしい。またくるみです。これ1対1でチャンスかなと思ったんですが、落ち着いて決めてほしかった。まあ試合は終了なんですが、ちょっと、まあこの辺のくるみの決められなさは、気になる要素ですよね。シュートは、相手は枠内1本しかない。こちらは枠内5本。シュート絶対的な本数も違いますしね。ペナルティキック防げたのも大きかったですね。あれは危なかった。ということで、2対0で勝利です。準決勝です。初めての準決勝。今まで2回戦で、阻止されてきましたからね。2回戦どころか準々決勝も突破して、準決勝まで行ったのは初めてです。さあ、相手は筑波田ガマ。これは強いです。強いです。間違いなく強い。守備も硬いですし、昨年の1位チームですからね。まあ、それでも、挑戦はしたいと思います。他もチームも、リバーセ大阪、イキャピタル、東京か。いずれも N1 の強い、チームが上がってまいりました。それに対してクラワーカリバーズは下位ですからね。明らかに不利は否めないんですが。さあ、節子がケアから復帰です。さあ、今、順位が8位です。6位のホルティール浜松。これが今シーズン最後の試合になります。そして、準決勝が翌週ですね。はい。というわけで、ホルティーヌ浜松も頑張って、
最後の試合ですね。ちょっとメンバーをどうするかっていうのは、次に準決勝が控えてるんで、落とすかとは思いますが、フォルティール浜松も、まあ、勝てたらいいかなという感じです。とにかく、準決勝の突破に、力を入れたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。